ゆず離婚から見える、愛の不思議、完璧主義者、羽生ゆずるの人間ドラマ、冬季五輪に連覇を達成し、その完璧な演技で多くのファンを魅了してきたプロフィギュアスケーター、羽生ゆずるさん、28。しかし、その成功の裏には私たちが知らない、ゆずの不思議が潜んでいたようです。本校では、105日での離婚という驚きの出来事を取り上げ、羽生さんの人間ドラマを明らかにします。電撃離婚の背景。 2023年、スポーツ紙を飾った衝撃的な身出し紙105日離婚。これは、羽生譲さんと妻の離婚を報じたもので、その理由は誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道、不審な車や人物に徘徊されるなど、多岐にわたるものでした。情報番組デスクは、繊細な人間には耐え難いものだったのだと推察できますねとコメント。ただし、 一般的な有名人の離婚理由としては異例なものであり、芸能リポーターたちはその背後に隠された、ゆずの不思議を探ります。競技者としてのハブさんは完璧主義者として知られていますが、私たちが知っているのはスケートリンク上の姿だけで、プライベートではどのような葛藤があったのでしょうか。切ない決断、守れない、愛、離婚の理由に関して、ハブさんは、妻を守ろうとしたけど守れないので離婚とコメント。 これは、完璧主義者が守れないという切ない事実が背後にあることを示唆しています。芸能リポーターはこう述べます。電撃婚の衝撃が強すぎたのかと思います。これまでファンがすべて、というアイドル以上の存在だったゆずくんが急に結婚したことでハレーションが大きくなりすぎた。ハブさんは競技者として常に完璧を求め、そのプレッシャーとは裏腹に、プライベートでは愛する人を守ることができなかった。これは、 一般の人間と同様に、彼もまた人間であることを示しています。愛の不思議、交際の浸透術。一方で、驚きの離婚から浮かび上がるのは、交際の浸透術が実は一つの手段だった可能性です。ゆずさんはこれまでプライベートをあまりこうにせず、その突然の結婚宣言が多くのファンにとってはショックだったかもしれません。芸能リポーターはこう指摘します。少しずつ交際を匂わせたり、 週刊誌にデートシーンを撮られたり、騒がれながら交際を浸透させるのは、実はいい種なんだと、改めて思いましたね。彼がこれまでになかったスタイルで交際を公にし、少しずつファンに受け入れさせることで、離婚発表のショックを和らげる意図があったのかもしれません。芸能リポーターの見解、離婚について、芸能リポーターたちは様々な見解を示しています。一部では、 完璧主義者のプレッシャーが結婚生活に及ぼした影響との意見もあります。一方で、ゆずさんが普段校にしない交際を見せたことで、ファンとの距離を縮めようとしたのではないかとの意見も浮上しています。著名な脚本家も、SNS 上で、自分の想像力では補いえない愛の不思議を感じるとコメント。これは、ハブさんのプライベートに対する控えめな公開と、離婚に至った状況が彼らには理解できない。 不思議な愛があったことを示唆しているかもしれません。まとめ、ゆずさんの電撃離婚は、その背後にある、ユズの不思議を垣間見るものでした。競技者としての厳格な姿勢と、人間としての葛藤とが交錯する中での切ない決断。また、プライベートな一面を公にすることで、ファンとの関係性を構築しようとした姿勢も浮かび上がってきました。愛の不思議とは、時に理解できない出来事や感情が生まれること。 羽生結弦さんの離婚から学ぶべきことは、彼がスケートリンク上で見せる完璧なパフォーマンスだけでなく、人間としての複雑な一面もあるということです。彼の今後の活動や人間ドラマに注目が集まります。